動いてる？うん。もうすぐ来るよ。早かったね、ちょっとね。存在感ある。すごいね。おおほほほほ、近い。一回ここで止まるの。すごいね。チェックすごいね。目の前にいるじゃん。ねえ。トワイライトも今のやつもね。うん。どうもこんにちは、鈴鹿彩子です。ひたちです。本日はですね、こちら京都鉄道博物館にやってまいりました。3回目です。はい。このトワイライトエクスプレス水風の運行1周年を記念して、このね、京都鉄道博物館の、このね、前のトワイライトエクスプレスとなんと記念でこう並んでね、展示させるというイベントが、開催されまして、それのね、今ねまさにこの入れ替え作業中でございます。今ね、あっちの方からね来たんだけど、半分ぐらい今建物の中に入ってますかね。今日初めて間近でね、じっくりと見たいと思います。あれ乗りたい ね、乗りたいよね。かっこいいよね。今度またあっち側にねえねえ、もう一回外に出るのかな。今ちょっとなんか9号車になっているのね。え、ねえねえ、今なんかほらセレモニー的なやつがやってたんじゃない。中で1号車はないの。1号車ほらあった、1号車あったよ。びっくりしたの、音にびっくりしたの。おお、結構なスピードで出てたわ。おお、いいな、あの前で旗持つ係やりたい。おお、いいなぁ。さあ入ります、入ります。おーね、入ってたね。よかったよかった、うまく入れた。おーおー、収まりました。近くなってる。おー、9号車来ました。よいしょ。どっちもいいけどね。はい、どうも。おーほ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 ー、車内いいじゃない。あー、ドア開いてる。おー、これまたいい家、いい家ですよ。おー、入ってきます。贅沢だね、数日間のために。おー、この入れ替え作業。おー、入った、入りましたよ。
らちょっと人がいっぱいいるからすごいけど、貴重ですよこれは。トワイライト水風の1周年を記念してのね企画で並んでますけど、わー見てます。待って待って、ゆっくりゆっくり味わいましょう。ちくんちくん見て、ほら見て、どっちもいるよ、どっちもいるよ。わわわ、忙しい忙しい。おー、すごいね、どっちも見えるわ。真ん中にいます。すごい、すごかったね。屋根がね、緑だったね、ちくんね。新しいトワイライトは一人で行きます。よいしょよいしょ。しかも水風、手前の難しいね。お、ここが透けてるんです。見えるかな。椅子がありません。ガラス越しだからすごい形だなと思ったけど、本当にそのままでしたね。この網、いい、あそこ立ちたい。すごいね。おー、乗りたいです。よかったです。横面も見ます。もう一回ちょっとじっくり、ちくも、いいね、いいね、いいじゃん。で、ちょっと横も見ていきます。ロゴかっこいい、トワイライトエクスプレス水風。 M がね、 M が貴重になってて、ガラスはグリーンなのかな、普通にクリアなのかな。乗ってみて、上見てみたいね。聞いてか。ちぐ見て、ほらそこにいるね、うん、さっきさ長いやつ切り離してさ、あの、うん、この展示室の中に入れてたから、直近車だからここに残ってたんだ。トラックもいるね。トラックもいるね、佐賀のね。あとあのほらね、特別なトワイライトエクスプレスの、あとトワイライトエクスプレス、そう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 、そこ乗りたいね。見て、あそこの前のさ、うん、こっち見て、あそこのあの金色のさ、網やみになってるとこわかる？うん、水風のあそこね、人立てるんだよ。ピタピタ、ほらね、ピカピカだね、すごい光ってる。あれ前乗ったの？そうだよ、ママね、前のトワイライトは乗ったよ、うん、ね、あ、この水風はね乗れてないの。運行1周年を記念したイベントでね、この京都鉄道博物館への展示という、まあ、2日間ですね、この今日が土曜日、明日日曜日、この2日間だけのためにさっきね大掛かりな入れ替え作業があって、あとお弁当も買ったね。それね、お弁当ねチックの買いましたけどね、すごい入れ替え作業もなかなかね見応えがあって楽しかったですね。ということで、トワイライト水風とトワイライトエクスプレスが京都鉄道博物館で並んだようでした。ありがとうございます。